どうもルビンです。今日はね、じゃあストレスについてお話ししましょう。まあこのチャンネルではね、なんかこんな感じにいつでも使えるようなね、テクニック、技みたいなものを簡単に紹介していたりもします。はい、もしよかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。で、ストレスについてのお話です。まず皆さんね、ストレスについてどういうイメージを持ってますかね。どういうイメージを、体に悪いものみたいな風にね、捉えている人が多いと思います。でも研究的にはストレスを自分の成長に必要なものというふうに考えると、よくいいものとして体が扱ってくれるようになります。逆にストレスイコール体に悪いみたいな考えだと、本当に体に良くないものになります。そうなので、ストレスっていうのはこの自分がチャレンジしていく上で必要なもの、ストレスを受けることによってまた一つ強くなれるみたいな、そういうふうに捉えるのが大事です。はい、この内容に関しては本スタンフォードのストレスを力に変える教科書みたいな本に書いてあります。そうなんですよね、その考え方、捉え方一つで変わってくるっていう。ストレス、そうだね、逆にそのストレスがないと人っていうのは逆に病気になる。ストレスがなくなると病気になるんですよ。そうなので本当になくてはならないものではある。で、この技というか考えっていうのがどれぐらいまで適用されるのかと、そこに関してもかなり強いストレス、それこそPTSD になるようなものであっても PTSG になる、その乗り越えた時にそういう名前になるんですけど、 PTSG っていうものになる、とても強くなれるんですよ。なので昔辛い経験があったとかね、今まさにそういう辛い状態だよみたいな人は、これを超えれば私はまた強くなれるみたいな、そういうふうに考えてみてください。そうすると本当に燃料に燃やせるはずなので。そう、ただしいきなりは出ないかもしれないので、本当に辛くなったら休憩するっていうのも大事だと思います。そこは使い方次第という感じですかね。ただ頭に入れておいてほしいのは、本当にどんなストレスでも自分を強くするために使えると、これでまた私は強くなれる、僕は強くなれるみたいな、そういうマインドで取り組むとすごくいいことがあるよっていう、そういうお話でした。本当に考え方だけなので、24時間いつでも使えるので、少し、使ってみてください。これから何かチャレンジする人も、今辛い人も、過去辛かった人も、こういう感じで考え方として頭の中に入れておくといいと思います。またね、そういう参考文献みたいなものは下に置いておくので、またよかったらね、見てみてください。で、Twitter とかインスタとかでもこういう情報発信していくので、よかったらフォローしてください。それではまた会いましょう。